はい。あ、見えないね。今日が、マクドナルド。で、サムライバーガーと、なんか、照り焼き。あと、ベーコンポテト。はい。ナゲット。ナゲット。二つもらって。あとね、枝豆コーン。あとポテト。これを食べていきます。最近なんかコマーシャル見るとすぐ食べたくなっちゃうんだよね。それで今日は一杯目。かく、はい。とりあえず角杯で食べていく。なんか買いすぎたかな。お前食べられない。枝豆がね、枝豆コーン食べてみた。普通に枝豆とコーンをなんか。しょっぱくした感じ。炒めてるのか分かんない。バター風味薄いの。この量は一人じゃ食えないよね多分ね。とりあえずベーコンポテト、はい、いける感じ。こちらこれね、これだけで、ハンバーグ2つ買っちゃったけど、これだけで、もう絶対なっちゃう。うまいな。うまい。このマックのポテト味がない。なぜ？まだ飲むけど、温かいうちに、とりあえずメインのハンバーガー、サムライマット。何かたげるか、何か食えるかがいつも、思うんでね。はい、サムライマック。まあ、味が濃ゆいね。この味のやつで他の食べたら、あと2個目は味薄く感じ合う。だから今日はサムライマックと照り焼きにしてみる。うん、味濃い。うまいけど、まあ、うまいけど、うまい、うまいけど濃いな味だ。たまに違うハンバーガーも食べてみたいけど、まさかでもハンバーガーを外食っていうのはないもんな。近くにあるせいでテイクアウトだもんな。サムライマックを食べながらナゲットとか、美味しい。はい、今日の2本目、ジントニック。ライム香るだけ。開けた瞬間すごいライムの香りだね。多分ハンバーガーに合うような気がする。ジン、ライム、なくすまで。なにこれ。いや、俺はあんまりこれ好きじゃないな。なんだろう、お風呂の味がします。なんかなにこれ。お風呂の味がする。はい、このまま飲むって、これこのまま飲む。なんかこれはいただけないな。表現変だけど、なんだろう、バスクリーンとかあっち系の味つんだけど、飲めたもんじゃない。ジン好きなのに、味どうせ好きなのに。
手放しだとこういうもんなの。うんうん、本当にわかるかな、このお風呂の味というかバスクリみたいな味。香りが、香りが最後の香りなんだ。俺飲んだ時の味が よろしくない。これ缶の香りがいい匂い。美味しくないんだろうけど、背が高いし。照り焼きチキン、チキンじゃない、照り焼きバーグ。照り焼きうまい、もうハイペだ。照り焼き腹がいっぱいです。マスタードソースを照り焼きにかけて味が照り焼きチキンマスタード。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだ。この、ここの、このセットはなしだな。痛いおかしい。なんだな。うん。このセットはなしということで。